前に出席を取ります。宇野さん。はい。はい、こんにちは。こんにちは。寒いですね。大丈夫ですか？風邪など引いてない？引いてない？ゆうさん。はい。こんにちは。ゆうさん、いつも席は端っこのような気がするんですけど、もしよかったら次回は真ん中の方で行けないと思います。ここを対して。望月さん、はい、こんにちは。いつも元気ですけど、今日は大丈夫ですか？元気じゃない。元気？疲れてる。はい、1時間よろしくお願いします。牛田さん、こんにちは。こんにちは。牛田様、2回目ですか？3回目です。よろしくお願いします。ジックさん、はい、こんにちは。おかえりなさい。待ってました。よろしくお願いします。今授業を始める前に私の自己紹介をしたいと思います。私は鈴木マリコと申します。趣味は、ゴルフとカラオケです。メモしなくても大丈夫です。どちらも好きなだけで上手ではありません。最近自信が多いのは、私の下手なゴルフでですね、ゴルフボールではなくて地球を叩いてしまってるから自信が多いのかもしれません。なんでよろしくお願いいたします。お願いします。今私地震というふうに言いましたけれども、最近また地震が多いですよね。どうですか？地震は怖いですか？慣れちゃいました。怖いですよね。3月に、大きな地震が発生しました。その時皆さんは何をしていましたか？3月は皆さんもう日本にはいましたよね。じゃあトゥックさんから何をですか？私は家に電話したインターネットしたんです。したん時ちょっと地震が大きかった。壊れました。壊れちゃう。荷物はちょっと落ちました。家の荷物が落ちてきた。ネットで何をしてたんですか？ショッピング。友達と話しました。そうですか。わかりました。宇野さんは何をしてましたか？友達とパルコの8階で。パルコの8階ししたえ何食事しました。食事中。そうです。生産時生産時お金払ってお金を払ってる時に入れました。その時お店の様子はどうでした？飲み物の瓶落ちた。瓶が落ちてきた。そうそうです。私のまま無事にお家に帰りました。はい、テーブルの下に、隠れて、はい、揺れが収まるのを待ったんです。そうです。はい、わかりました。望月さんは？その時私は立山で。立山いました。はい、友達の家遊びに。友達と何をしてた時でした？それ食事中です。食事中でした。でも3時ぐらいでしたよ。皆さん2回あったんですね。1回目は12時ごろ、2回目は3時ごろです。明日ちょうど。じゃあお昼ごろに。はい、経験したんですね。わかりました。吉田さんは何をしてましたか？その日には午前中は手術を受けまして。手術？そうですね。はい、だから医者さんに薬を飲んで薬を飲んで休んでくださいと言われて、はい、その時は寝ようとしているところです。手術で手術をした後でゆっくり寝ようとした時に地震が来たんですね。怖かったですよね。そうですね。結局寝られなかった。そうですよね。寝られないですよね。わかりました。ゆうさんは何をされました？ちょっと昼寝しようと思って。そうですよね。時間帯は大体お昼からお昼寝をしたりお茶をしたりする時間帯でした。私は、その日高島先生の授業を受けた後の電車の中で地震に遭いました。はい、電車の中で3時間揺れが収まるのを待ち、電車から降りて線路を歩いて駅まで歩いてきました。どこから？線路駅からは500メートルぐらい離れたところです。
でもとても長く感じました。そして線路の上を歩くのは初めてだったのでとても怖かったです。で、ではですね、このように、3月の地震は私たちの生活に大きな影響を与えました。影響っていうことが皆さんご存知ですか？はい、どんなことか分かりますか？地震の影響。そうですね、地震の影響で電車が止まった。そうです、皆さんもご存知ですね。影響とは、あることが他の物事にまで作用することを影響と言います。もう皆さん今少し言ってくださいましたが、あることが他の物事にまで影響する。台風の影響で台風、他の物事は電車が止まりました。台風の影響で電車が止まりました。言ってみましょう、はい、台風の影響で電車が止まりました。はい、で同じような例で今話しました。地震、地震の影響で多くの家が停電しました。停電、皆さん分かりますか？何でしょう？そうです、はい、ブラックアウト、電気が消えてしまう。じゃあこれも読んでみましょう。じゃあ私の後に続けて読んでください。地震の影響で多くの家が停電しました。地震の影響で多くの、はい、頑張りました、はい、あと他にコーナー使い方もできます。音楽好きな兄、音楽の好きなお兄さんの影響で私も音楽が好きになりました。音楽の好きなお兄さん、お兄さんの影響を受けて私も音楽が好きになったということです。ではこれも後に続けて言ってみましょう。音楽好きな兄の影響で私も音楽が好きになりました。この音楽が好きな兄の影響で私も音楽が好きになりました。はい、いいでしょう。影響、よく使う言葉なので覚えておいてください。3月の地震は私たち東日本全体に大きな影響を与えて生活は大きく変わりました。地震が起きた日の夜、皆さんのご主人はお仕事から帰ってくるのに時間がかかったのではないですか？
つも通りの実家に帰ってきましたか？帰ってこなかった。じゃあ、リュウさんのお家はどうでしたか？次の日。次の日、はい、次の日の何時頃帰ってきたんですか？午後くらいですね。午後。あ、じゃあ大変でしたね。待ってる間、とても不安じゃなかったですか？不安です。不安でしたよね。はい、わかりました。吉田さんのご主人はどうでしたか？いつもより早いです。早かった。え、どうして？あ、職場には近いので。あ、近かったんですね。ちょっと良かったですね。とても揺れてるので、でね、はい、ご主人がすぐに帰って。でも前にはメッセージを、お互いにメッセージをして、自信ですけど、うん、まだ生きてる。まだ生きてるっていう。まだ知らないから。メッセージは何で交換したんですか？メール？携帯の。でも届いたのは遅かった。そうですよね。携帯で連絡すぐ取れました？うん、そうですね。ですよね。はい、電話も通じなくて多くの人が困ってました。うん、では望月さんのお家はどうでしたか？私、天山に帰るのは夜から7時、立山から。あ、そうだ、立山に出たんですもんね。はい、お迎えに来てもらったんですか？はい、家に着いたのか？家は佐原でした、この家。佐原、はい、それで佐原着くのは夜中1時。ですよね、千葉の南から北まで地震の後帰るのは大変でしたよね。はい、ご苦労様です。はい、望月さんはどうですか？はい、私この主人は、うん、その日家にいます。ご主人はお家にいた。はい、よかったですね。そうです。はい、じゃあ、特に不安なこととかはせずに。はい、主人は友達の家泊まっていいですよ。そっか、友達の家はそっかに、うん、あります。はい、うん、でご主人は、私は友達と一緒に泊まってもいいですよ。でご主人に言ってある。そうです、はい、でも泊まれなかった家まで夜9時です。ですよね。はい、もし、ご主人はどうやって帰ってきたんですか？主人は家にいます。あ、そう、ご主人はいたんだ。でパルコで、あ、そうですよね。同じ話、はい、一緒に。わかりました。ドゥックさんは何時だ？3時間くらい。3時間かけて歩いてきた。大変でしたね。なんか連絡しなできなかった。でも、うん、多分大丈夫と思う。多分大丈夫と思って。はい。3時間かかったんですね。そうですね。ご主人がお家にいたラッキーな奥様もいるんですけれども、皆さんほとんどのご主人は帰りが遅くなったと言っていました。皆さんのご主人のように電車やバスが止まってしまって自分が家に帰れなくなった人のことを何というか分かりますか？大地震なので交通機関が止まり都市部にいて自宅へ帰れなくなる人、ご主人たちそうだったんですよね。自宅に帰れなくなる。よく新聞やニュースが出てたんですが、もうだいぶ時間が経ってるので、ヒントは帰宅、うんうん、もしくは帰宅、うんうんうん、と言います。帰宅で始まります。不明うん、もうちょっと名前で不明、行方不明じゃない。だってご主人ちゃんとみんな帰ってきたでしょ。はい、ちょっと難しかった。もうだいぶ地震からも時間が経ってるので、大地震なので、そう、困難、くれました。もうそう、今困難っていうふうに答えてくださいましたが、帰宅困難者、もしくは帰宅難民というふうに言いました。お仕事から帰ってくることができなくなった、もしくは時間がとてもかかったと言いましたが、主人たちはこの帰宅難民、帰宅困難者になってしまったっていうことですね。でも、皆さんいろいろなところにその日いましたが、
地震はいつどこで起こるか分かりません。皆さん仲良しですよね。皆さんがお友達と東京へショッピングに行ってる時に起こるかもしれません、はい、そんな時に皆さんは東京から帰ってこなくてはいけないですよね。そんな時に電車を使って帰ってくると思うんですが、これは皆さんが東京や都市に遊びに行った時に帰ってくるために必要な大切な情報になります。だいたい電車でショッピングに東京に来るときは電車を使いますよね。その時にこの3つのポイントがとても重要です。では読んでみます。1. 電車は動いていますか？止まっていますか？動いているか止まっているのか、とても知りたい情報です。そして2番目、電車はすぐ動きますか？地震で駅は壊れなくて電車はあるようです。でも電車は動くのかどうか、これを知らないといけないですよね。3. 何に注意してくださいと言っていますか？地震や事故の後、皆さんに何々に注意してくださいというふうにアナウンスされます。それが何なのか知る必要があると思います。ではこの3つのポイントをきちんと聞けるように、この3つのポイントだけで聞けるように実際のアナウンスを聞いてみたいと思います。このポイントに注意して聞いてみてください。これはどういう意味か分かりますか？地震の影響、影響は先ほど学習しました。地震の影響で遅れが出ています。これ電車は動いてますか？そうです、動いてるけど遅い、遅れが出ている。電車は動いてます。これいろんな、これで一つの電車じゃなくていろんな路線の電車です。電車は動いてます。普通は青い電車は8時出発の電車です。でも遅れているので今日は9時に出発しますということです。遅れが出ています。これは電車走ってます。これはそうですね、走っていますが予定の時間より遅れていますという意味です。次に遅れと運休が出ています。
球が出ています。遅れは今やりました、走ってます。でも腕より運球が出ています。運球、電車がどういう状態か分かりますか？そうです、電車は止まってます。なのでこれは、予定よりも遅れていても走っている電車、遅れ、予定よりも遅れて走っている電車、それから走っていない電車がありますという意味です。次に運転を見合わせています。運転を見合わせています。これは電車はどういう状態か分かりますか？ちょっと難しいです。乗り換える？この電車、別の電車に乗り換えられる。あとは、電車スタート8、運行始まります。運行していた電車が始まりますっていう意味。ストップします、はい、これちょっと難しいですよね。運転を見回せています。これは運転をやめている、それから運転できない、はい、という意味です。でほとんどの場合、いつになったら電車が動くのか時間は分かりません。どうなるのか分からない状態、電車は走っていません。そして復旧にはしばらく時間がかかるものと思われます。復旧にはしばらく時間がかかるものと思われます。復旧。そうです。元の状態。この場合、元の状態ってどういうことですか？そう、いつも通り、そう、そうですよね、はい、これは元の状態に戻るまで、つまり止まってる電車が走り出すまで時間がかかりますという意味です。多くの場合、事故や故障の時に使う言葉です。作業をしているので時間がかかります。元通りになるので時間がかかります。バス代行輸送を行っています。バス代行輸送を行っています。これ電車走ってますかね？走ってない。走ってない。何が？そうです、そう、これは電車の路線、つまり電車に代わってバスが走っていますということです。バス、これは電車は走っていません。その代わりバスが走っていますということです。では一度私の後に続けて読んでみましょう。地震の影響で遅れが出ています。地震の影響で遅れが出ています。はい、遅れと運休が出ています。遅れと運休が出ています。はい、運転を見合わせています。運転を見合わせています。はい、復旧にはしばらく時間がかかるものと思われます。しばらく時間がかかるものと思われます。はい、頑張りました。バス代行輸送を行っています。バス代行輸送を行っています。はい、では今こうして駅で流れるアナウンスのキーワードを勉強しました。ではここでもう一度、先ほど何言ってるかわからなかった
校内アナウンスを聞いてみましょう。チェックポイントはこれです。習ったキーワードを思い出しながらもう一度聞いてみましょう。いいですか、流れます。電車はすぐ動きますか？動かないですね。時間がかかると思われますと言っています。最後、何に注意してください？そうです、そうです、落下物。落下物はキーワードで練習はしませんでしたが、落下物に注意してください、落下物などご注意お願いしますと言っていました。この場合、落下物って何でしょう？そうですね、電車、駅だ、電車や駅の中なので、網棚の上の荷物やカバン、それからまた強い揺れが来た時に電気や看板が落ちてくるかもしれません。だからご注意くださいと言ってるんですね。ではここで今日は特別に駅員さんを呼んでいます日本の最先端技術を使って作った駅員さんロボットが今日はいますので、駅員さんにまた別のアナウンスを読んでもらいたいと思います。で、その前に、皆さんのバインダーに、プリントが挟まっていたと思います。それの左側1のカードをでは吉田さん読んでもらっていいでしょうか。そうです。はい。皆さん分かりますか？難しいところはないですか？はい、この3つのポイントに注意しながら今から駅員さんの言うアナウンスを